どうもこんにちは。ブログの顔の宇田です。ブログ更新されてますか？ちゃんと毎日更新されてますか？もしくは2日に1回とか3日に1回とか、ちゃんと定期的に更新されてますか？これをしないと読者っていうのは離れていきます。これのいい例が週刊誌って、例えば少年ジャンプ、私も昔読んでましたけど、少年ジャンプっていうのは毎週火曜日か水曜日かちょっと忘れましたけど、毎週何曜日に必ずですね、毎週何曜日に必ず、何があっても必ず発売されます。何が起ころうが必ずコンビニに行けば毎週火曜日水曜日に絶対に並んでます。だからこそ読者っていうのは買えるんですよね。少年ジャンプがいつ発売されるかわからない雑誌だったとしたら、多分あんなに読者って絶対いないんですよ。いつ発売されるかわからないような漫画をずっと待てないじゃないですか。それとブログって一緒で、本当に更新が不定期で、1週間に1回1、2回とか、そういうブログっていうのはずっとですね、今日更新されたかなってチェックし続ける方っていないですよ。基本的に毎日とか2日に1回とか定期的に更新されるからこそ定期的に覗くんですよ。でもそんな1ヶ月経っても更新されてないブログをずっとこのように見続けてくれるっていう人はまずいません。なので更新の頻度っていうのは、特に初期のうち、ブログを始めた初期のうちっていうのは非常に重要です。毎日更新、2日に1回じゃなくて毎日更新してください。できればで、できればというかできるんですよ。本当簡単です。私のお客様でもいろいろ相談とかされるんですけど、やっぱりですね、ブログ書くことないんだよねとか言われるんですよ。でもブログ書くことっていっぱいあるはずなんですよ、絶対に。なぜならブログの読者っていうのはいっぱいいますけど、ブログを書いている人、書き手とは全く違う生き方をしてるじゃないですか。全く違う生活をしてるじゃないですか、一日。ということはこの人の日常っていうのは読者にとって非日常なんですよ。でもっとちょっと分かりやすく言うと、車屋さんがあります。この書き手 A さんはこの車屋さんに働いているスタッフです。ブログを任されました。今日からスタッフブログを始めるから、この車屋さんのスタッフブログを、お前に任されました。ブログを書きました。でも A さんは書くことがないですって言うんです。書くことないわけなくないですか？車屋さんのブログに来るっていうこの読者っていうのは、何かしらですね、車に関する情報を求めている人が、ほとんどです。例えば、車のオイル交換がしたいとか、車の買い取りをしてほしいとか、車のを買いたい、販売してほしい、タイヤ交換してほしい、あとはそうですね、車検してほしいとか、とにかく車に関する記事を求めてこのブログに集まるんですよね。お花屋さんに行きたい人はお花屋さんのブログに行きますよね。ってことは車に関する情報を探してるんですよ、この人たちっていうのは。ということは A さんは車屋さんで働いてるんですよ。毎日車に囲まれて生活してるんですよ。それってこの人たちにとってすごい知りたいことじゃないですか。 A さんにとって日常すぎて、オイル交換なんて小さな仕事でも、オイル交換なんてもう日常茶飯事で、もう本当に特別な出来事じゃないって思われてるかもしれませんけど、
この読者目線に立った時にオイル交換の情報を知りたがってる人って絶対いるんですよ。ってことはですよ、毎日更新どころか1日に10台20台更新可能です。一つの車に対して1記事できるじゃないですか。なので自分にとって書き手にとって日常すぎてアホらしいって思わないでください。読者目線でこの A さんの生活っていうのは欲しい情報なんですよ。そういうことを考えると毎日更新なんて本当に簡単です。なのでですね、とにかくブログを始めた初期の頃、特に初期の頃っていうのはまず読者をいっぱい集めたいです。ある程度読者がついてこればそんなに毎日更新しなくても、定期的に1週間に2、3回とか更新していれば読者が離れていくってことはまずないんですけども、初期のうちっていうのはですね、必ずこの更新頻度っていうのが本当に非常に重要になってきますので、このあたりちゃんと意識してブログを毎日更新してください。お願いします。